はい、今日はアニョロッティデルプリン、こちら作っていきます。まず粉をこねますね。小麦粉とで卵黄を多くして、で塩とオリーブオイル、こちらでこれは塩を入れた方が、グルテンが強くなるので塩を少しだけ入れてます。でラップして冷蔵庫で冷やして、生地をね冷やしている間に中身のリピエの、詰め物をですね作っていきます。で中は豚、牛、鶏、お肉は何入れてもいいんです。であとお野菜ですね、玉ねぎ、人参、セロリ、あとハーブ、ローズマリーにセージで、最後にほうれん草とチーズ、グラナダパダーノで生卵を練り上げて中の詰め物にします。炊き込んで柔らかくして、あとフードプロセッサーで、はい、ペースト状にしていきます。はい、で今回ほうれん草がすごくたくさん入ったレシピなので、ちょっと詰め物緑色っぽくなるかなと思ってますので、明日ちょっと見てみてください。で、休ませた生地を伸ばしていきます。で一番薄いところまで、薄々のところまで伸ばしていきます。この手動の機械でめんどくさいですね、電動が欲しい。でもこれもう長いこと使ってます。はい、で次この詰め物、やっぱりちょっと緑色をしてます。ほうれん草がすごく多い生地です。はい、かなりこんなに手は早くない、早送りですよこれは。で切っていきます。ラビオリカッターで切って、はい、次々と作っていきます。練り出して、でこのアニョロッティデルプリンって言うんですけども、この、つまむ作業、このことをプリンというらしいですね。そういうふうに教えていただきました。でずっと切ってこう、この形がアニョロッティ、子羊に似てるっていうことらしくて、アニョロッティっていうらしいです。はい、出来上がりました。こちらもセージバターで和えてもよし、スープに入れてもよし、あと、トリュフとの相性も、卵黄を使っているので最高ですね。お試しください。良ければ食べに来てください。